はい、お疲れ様です。工藤です。はい、ということで、はい、さあ今回は何しようかな、うん、何しようかなけど、前回が納豆ちょっとなんかさ、キキをいつもその格好で。YouTube 出るときはこれでいい。ユニフォーム。ユニフォームみたいな。なかなか夏に厳しいユニフォーム。桜坂よりユニフォーム化してるんだ。本当に。確かに。でもね、推しと同じ服着てるわけだもんね。ああ、なるほど。ああ。このポスターあるからモッキーはずっと来てんだ。ここに置いてるから。まあ、はい。いや、そうなんや。ごめん。気づかなかった。ね、これに気づいてくれた人が何パーいるのかわかんないですけど。すごいね。愛が伝わる感じですけど。はい。あの前回、夏の近道見て。はい、3期生の。3期生の。はい、やっぱり3期すげえなという。いや、本当に。話をしたわけですけれども、3期生、まあ、あのミュージックビデオが出た後に、じゃあ次どうなっていったか。うんうんうん、今までこうどういう経過をしているかっていう話をちょっと最初しようと思うんですが、うん、夏の近道が桜月で出まして、その同タイミングで、イベントが1個3期生で行われてました、はい、でそれが何かというと、この3期生おもてなし会と3期生おもてなし会というのがあります。なるほど。これは坂道の、まあ、新規加入の度に行われているイベントではあるんですね。どのグループも新規メンバーが入ってきたタイミングで、ファンをおもてなしをして自己紹介をするようなライブイベントを毎回行っていると。それが、まあ、3期生でも行われたというところで、はい、今もうこれは実際円盤として見ることができる状態になってます。っていうのも、スタートオーバーの、うん、特定映像にこれがなっております。はいはいはい、ね、で、まあ、それを受けて今度は全国ツアーに今年春、うん、行きまして、静寂の暴力っていう流れになって、今夏フェスに2回ぐらい出たのかな、2、3回3期生は出てるといった状況で今進んでると。見たいっすね。夏フェスで3期生見たいね。そうなんですよ。ロッキンとかにも行ってたりとかするので、まあ、今だから実力がめきめきと離れがこう、ね、されていってる状況といったところなんですが、はいはい、それのまあ最初と言われるこのおもてなし会、うん、まあ、本編見るとですね、トータル1時間強なるので、はい、まあ、それだとちょっと大変なので、ちょっとダイジェストを見てちょっと雰囲気をまずつかんでもらおうかなと思います。これ YouTube の方に無料で見れるのがあるんですけど、うんうん、でもただ一つ言えるのは、これを見ると多分本編見たくなると。なるほど。いつものパターンだ。いつものパターンでありますが、とりあえずダイジェスト、ちょっと3分ちょい、4分ぐらいの動画ですんで、うん、ちょっと見てみましょう。はい。はい、まあ、我らが3期生がね、はい、我らどういうおもてなしの会をやってるかっていうね。本当に、アイちゃんはどうしてるかね。僕のイヤホン踏まないでほしい。アイちゃんはいいんだ。アイリちゃんに夢中になっちゃって、ごめんごめん。じゃあ行きますね。はい、はい、初ステージ、お客さんの前に立ったのが初ってことですか。そうです。うわ、緊張したろうな。いや、初ステージの規模。僕の初ステージ、お客さん2人です。お料理上手だからね。おお、楽器できるって言ってた遠藤ちゃん。セッションしたい。あ、かわいい。かわいいね。かわいいよ。え、あの一人ずつのやつも全員やったんですか。全員やります。かあ、あー見たい。緊張するやろな。え、え、マジで見たい全部。俺らも知りたいその答えを。うわー、かわいい。出た。初舞台かえ？本当に。
出た。カトン。カトン。お。いいリアクションだな。マジ？センターアイリちゃん。え、サメダレオは山下ちゃんだったんですか？そうです。うわぁ。バンダ。あ、バンダ。この振り一番覚えてるわ。いい笑顔ですね。桜坂の歌っていう歌があるんだ。そうです、まあ、これは MV もないのであれですけど、必ずライブのラストでこう、まあ、歌うというところが多い曲ですね。見たい。見たいなまあ見たいってなることを前提に見せてますけどね見たい史上1位かもしれない予告編見ると大体全てのものが見たくはなるとは思うんですけど。なりますけど。かわいいよ。え、これがいつって言いました？これが、イベント自体がですか？はい。イベントはだから、4月だったかな？え、デビューしてすぐじゃん。そうですよ。3月？じゃあ、本当に？3月だ。3月の、確か発表されてちょっとしてからじゃなかったっけ、2人が。ああ。そうだそうだ、だから3月だ。本当え、おもてなし会は、はい、まあ、3期生の方々がメインでしょうけど、はいはい、1期生、2期生も出てるんで。出ないです。もう彼女たちだけでやります。え、ちょっと待ってください。会場はどこですか？横浜の、ピアアリーナ MM。 あー、知っとんかい？出たって言うの？出てないです。そりゃそうやろ。え、でめちゃくちゃお客さん入ってましたよ。キャッパ何年目だろう、あの時。1000、2000じゃないですもんね。結構大きかった。大きいですよ。ちょっと一応キャッパは1万ですね。あー、1万。いや、1万円だよ。おー、1万円だよ。でかいでかい。初めての舞台が1万キャパ。でかいでかい。俺の5000倍。かけ方がもうおかしな数字になっちゃってるけど。そうですか。で、これね、実を言うと、このおもてなし会、すごくタイミングが良かったのが、初めて、桜坂として声出しができたライブなんです。はぁ、よかった。桜坂ってデビュー期がコロナなんです。あ、そうなんだ。2020年の12月デビューなので、コロナど真ん中でデビュー、再デビューなので、ライブやっても声がずっと出せなかったんです。いや、でもそんな中で愛されてるのすごいな。え、だっておもてなし会3期生でやります、はい、で、もちろん多分チケットも速完とかのレベルじゃないですか。速完でした。まあ、若干残ってたところもあったかな。まあ、まあ、ほぼほぼ速完だったと思います。いや、パディーズの皆さんすごいですね。すごいですね。すごいわ。まあ、彼女たちもそうだけど、その応援の熱がすごい、というか、バーディーズの皆さんも尊敬する。このバーディーズの凄さっていうことの話からいくと、うん、欅坂のその改名の時期を乗り越えてるバディーズは異常に強いです。確かに、確かに。いや、すごいわ。
もうこれ歴史の話しだすともう本当泣けてくるんで、もうしたくないぐらいなんですけど、結局欅坂って、2019かな、に、黒い羊、はい、を出しているのが2019だよね。そこに書いてある2019の2月なんです。本当だ。でその年の秋に次のシングルの発表はあったんですよ、はい、でもそれは出なかったんです。結果として一回夏に延期されて秋になって、それもダメになって、でその年の年末不協和音を紅白でやって、その明けて20年の1月に平田さんが脱退するんですよ。でそれが経て2020年に入って、アニバーサリーライブを計画をするんですね。4月なので結成が、うん、あデビューか、デビューが4月なので、はいはい、4月に向けて準備を進めるんですけど、そこでコロナが2月ぐらいに2020年出て、で結局そのアニラはなくなって、で8月に無観客ライブを7月か7月に無観客ライブをして、そこで改名が発表されます。だからもうずっと我慢し続けたんですよ。本当ですね。その、ま、あの桜坂の皆さんもバディーズもそうです、そうです。でどうなるのこのグループ、もう下手すりゃ解散なんじゃないの、ね、っていう不安の中に、桜坂として再デビューしてくれた喜びをかみしめつつ、それはなかなかやな。でかといってあれなんですよね、デビューのカウントダウンライブは無観客。うわでパブリックビューで、映画館でのパブリックビューで無観客、声出しなしで、そこから、まあ、ツアーがその次の年にあるんですけど、もちろん声出しはできないで、あの何でしょう、こうお客さんへのこうレス返しとかもこのプラスチックの板を挟んでのコミュニケーションしかない。なるほど。でそういった中で2年経ちで、彼女たちが入ってきて初めてここで声出しのライブができた。マジでどの坂道のグループよりも苦労してますね。まあ結果的にはですね、うん、その他から見ればですね、サイレントマジョリティで爆発的に売れたので、なるほど、まあ順風満帆なスタートは切れてるわけです、うん、なるほどなるほど。そうか、最初は最初こそ素晴らしいスタートを切れて、うん、もうトップアイドルに一気に駆け上がれた、うん、ただそこから先があまりにも辛かったっていうのが良かっただけに、そうなんですよね。だからやっぱりこのサイレントマジョリティの呪縛じゃないけれども、これを超えなきゃいけないっていうのが常につきまとうわけじゃないですか。まあそのプレッシャーはやっぱり相当あったと思いますね。そりゃそうだよな。でそれを見てきてるファンだった子たちですから、3期生ってどれだけの気持ちがあったのかとか思うとですね、もうこのライブは本当に重要な一ライブだとは思います。いやこれマジ今から入っていいのかねって思うね。本当ですね、うん、逆にでもそれを途中で知ってもらうことでより魅力が増すと思うので、僕はそれをこう追っていく中で知っていってほしい。だからあえてこのことはあまり触れてこなかったんですよ。 MV を見せる時もあまり過去の話はできるだけ避けてきてたので、あれなんですけど、まあ、だって欅のとか時はもちろん僕も知ってましたし、そうですね、うん、本当にすごいアイドルだなって思ってただけですもんね、うん、そんなことがあったとはつゆ知らず。そうですね、だから表向きとしては順風満帆なアイドル人生を送ってるように見えてたとは思うんですよ、うん、ただその中にはやっぱりこうメンバーが卒業していったりとか、うん、いろんなその楽曲がうまく発表できなくなった時期があったりとか、でコロナとの重なりだったりとかっていうのがあったので、やっぱりこれを乗り越えたのはすごいと思います。え、ちょっと今度でいいんですけど、一、はい、回一から説明してくれないですか。もう2時間かかりますよいや、あの欅の時から、欅のデビューを、うんうんうん、まあ、欅元年として、はい、そっからの経歴、この歴史ですよね、はい、うん、まあ、でも説明した方がいいと思います。そうすると多分その一期生がどれだけ苦労してたかとか見たい。もっと言うと、例えば新2期生って入ってきたタイミングはその平手さん脱退直後なんですよ、うん、だからそこら辺とか、だからなので、まあ、もちろん先生と清だけに頼るのは僕ら知らないから大変だと思うのでどっかで生配信して
そのコメント欄でこの年こんなんがあったよみたいなのを皆さんに教えてもらいながら、でどういうことって言って先生が知ってる分には先生が説明してくれたり、キヨが知ってるところはキヨが説明してくれたり、分からなかったらコメント欄で申し訳ないけど細かくこれは本当に僕とエリナ様のわがままですけど、うん、でも知りたい、うん、そうね。だからこのバディーズ化計画生配信っていうのをどっかに設けるってことですね、うん、そのさつまニュースとは別でね、うん、だってもうその変な話欅坂ってなった理由、欅坂がその今まで何坂があって何番目の欅坂何坂なのかとかも知らないわけですよ。実を言うとだから最初は欅じゃないですし、ええ欅の名前の前があるって。あるんですか前が。いや、そのさ教えてなんて隠してんの。いや、もうこれ話すと永遠と話しちゃうから永遠と話しましょうよ。時間取れないじゃないですか。だって薩摩ニュース後に永遠と話したら火超えますよ。マジでその本当にそのイベントだと思って、うん、決めて何日かにこの日に皆さん教えてくださいと、うん、なるほど、うん、3時間生配信とか。おお、やるね。やりましょう。やるか。やりましょう。もうだからホワイトボードちゃんと準備して。だって俺知りたいもん。ここまで話聞くとね。教えてくださいよ。そうですよね。まあ、もちろんね、多分エリナ様は途中で寝る可能性がある。授業に苦手なね。そうしゃあないね。許してください。うん、許してくださいじゃない。頑張れそこは。それはもうどんだけ好きでもエリナ様そういう子なんで。でもこれをやると多分ですけど、あのドキュメンタリーを見ないといけないと思います。どのドキュメンタリーですか？あれは誰が卒業の時ですか？いや、卒業というよりももう欅が改名しますのドキュメンタリーもうあるんですか？が、映画があったんですよ。映画？俺は見たよ、それ。そう。カレさん見てるんですけど。なんで？俺実はね、隠してたけど、平手ゆりなちゃんめちゃくちゃ好きだったから。知らなかった。平手ファンではあるんですよ。でもそれはどっちかというとアイドルとして好きとかじゃなくて、うん、もう本当芸事の人として芸能人として好きだった。でその子のこの生き様みたいなものが入ったドキュメンタリーだったので見てもらってたんですけど。入りすぎてステージから落ちるとかね。あれはもう伝説ですよね。伝説。ガタンって。そう。私あの紅白は生で見てたんですよ。はあって思ってたのを知ってて、そう平手ゆりなちゃんも知ってはいたんですよ。でもどういう人物かもどういうあれしてるのかも全く知らない、うん、ね、いやちょっとやりましょう。いやこれは長くなるぜ、長くなるぜ。でもいいっしょ。いや全然いいと思います。やるなら本気でやります。やりましょう。僕ももう資料作りから下手すれば教科書作るレベルでやらないと。いやもう本当ファンに失礼だもん、まあ、本当にね。僕もなんだかんだ欅から追ってますから本当に。だってその頃には多分こっちの視聴動画も結構溜まってるから、溜まってるから、そろそろ一発違うテイストのも皆さん欲しててるかもしれないし、うん、いやまさか俺これを見てその話になるとは思わなかった。もっと3期の話になるかと思ったけど。まあだけどそれだけやっぱでもこれって僕まあその僕は欅桜を追ってるからこれ言えることなんですけど、他のグループも少なからずあるんですよね、そういうストーリーっていうのは。ただそれのフォーカスの当て方がどうなのかとか、その人気のバランスがどうなのかとかで違うだけであって、どのグループも何かしらの苦労を抱えながらこのグループ活動を進めていってるっていう事実は間違いないと思うので、別にこれが桜が特別だよとか、他が違うよって言ってるわけではないっていうのだけは誤解してほしくないなと思いますけどね。だからそのもう本当に一個の名目としては、うん、その見てる視聴者の方々も僕らに一から教えてくださいっていうそれだけです。そうですね、はい、だからそれを軸に今のこの桜坂3期生を、まあ、今中心に見てるから、はいはいはい、それを本当に一番楽しむためにそれまでの歴史を教えてくださいっていう、うん、そうですね、うんうん、これは一大プロジェクトが発足しちゃいましたね。でもなんかワクワクしますね。ワクワクします、うん、やる側もちょっとテンション上がってますって感じですね、はい、それも先生に僕がギャラを渡しします。うわー、多分スパチャだぞそれ。
まあ、まあこれは冗談ですけど。ばあちゃんこグッズ。あ、グッズは嬉しいな。あ、そうだ、僕、あの、実はね、うん、違うチャンネルを開設しました。そう、あ、そう、はい、そうなんですよ。だから、違うチャンネル開設しまして、それはまあ、桜坂とは一切関係なくて、うん、僕が普段やってる、そうそう、まあ、おじいちゃん、おばあちゃん向けの漫談を普段やってるんですけど、それに特化したプロジェクトというか、を追った。そうそうそう、あの、あれもちょっとこれからどうなっていくのか僕も楽しみにしてるんで、はい、なるほど。あの先生、作曲をぜひお願いしたくて。曲、はい、マジで言ってます、はい、その YouTube のテーマソングといいますか。ああ、あれのね、はい、OK です。ちょっと OK していいのかな、これ。ぜひ皆さんもチャンネル登録よろしくお願いします、はい、あの概要欄に貼っときますので、リンク先、ね、お願いします。飛んでいただいてよろしくお願いします。お願いします、はい、ということで今日はちょっと話ずれましたけど、はい、おもてなし会を見ての話でございました。一大プロジェクト発足、発足、はい、多分この後もしかしたらこのおもてなし会全編見せろって話になるんで、まあそれも楽しみにしつつということで、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。